旧世界の情報だけど、これ内容が核分裂を用いた兵器の生成に関する情報。これパスカルに渡してもいいんだろうか、それとも司令官に。判断をするのは 9S。こちら 2B 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。生命体がいるな。敵個体の一部から邪魔。ジャミング？厄介ですね。
非正規界生命体の排除およびアクセスポイントの復旧を確認。バンカーより 2B へ。たった今アクセスポイントの回復を確認した。ご苦労。司令官、その件で報告があります。なんだ。アクセスポイント不調の原因はジャミング電波を出していた機械生命体が原因でした。その設備が我々の通信端末であることを理解してるってことか。それだけじゃありません。奴らは通信端末であることを理解しているのにアクセスポイントを破壊していませんでした。多分罠を張ってたんだと思います。そこまで知性が発達してるのか、機械どもね。この件は月面の人類会議にも共有しておく。了解。ああ、ロイエスさんとトゥービーさん、先日の機械生命体の暴走は大変でしたね。いくつかあなたに聞きたいことがある。はい、私に回答できることでしたら何なりと。はい、何でしょう。パスカル。はい、何でしょう。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの。この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。歌姫、あれが。あとは森の国にもいるのですが。森の国。この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。
トゥービー、何、いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナイン S で十分伝わる。まあそうなんですけど、でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない、ナイン S。 あなたは感情を出しすぎ、私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。
ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の何だよ、森の王って。気を抜かないで、ナイネス。そんなこと言ったって僕はスキャナーモデルだから戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。逃げてばかりですね。爆発するぞ。あ、ここはなんだこれ。あなた方は怪しいから壊そう、トゥビー。ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょうあれ。この先が森のある地域みたいですね。来ましたね、トゥービー。油断しないでください。それはこっちのセリフ。された、この森湿度が高い。
性であり、機械生命体には過酷な環境、あまりといえばあまりな境遇。我は決意した。この地を我らの王国とし、独立を宣言する。王国って何だべさ。王国とは大きな家のようなものだ。そして国民とは家族のようなものだ。家族だべか。家族いいかもしんねえな。なんだいいかもしんねえな。この機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。ここ見覚えがありますね。この写真と同じ場所です。レジスタンスの女性に座標を伝えましょう。なんだろうこの小屋。その子たちはいじめるだろ。ここから出て行け出て行け。待って、なになになに。Thank you.
が命、今このためにあると思え。我らが森の、あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。無差別に攻撃する機械生命体。推奨、適正機械生命体の排除。生命体の死体、墓場でしょうか。
まだいます。殺す、殺す、痛い、殺す。何か言ってる。トゥビー、油断して。こいつは喋っていましたね。この場所を言ってた機械生命体に聞いてみましょうか。何か情報を知っているかもしれませんし。
天国に行けるように祈るか、そんなものってあるのかな。きっとこの世界から消滅するときに分かる、私たちにも。そうですね。
者だ。直ちに陣形を取れ。構え。押されるな。進め。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。勝てるわけにはいかねえ。シェーン、アンダーラ